夢タウン山口は山口県山口市にあるショッピングセンターである。株式会社泉が運営する夢タウンの一つ。1997年3月2日に開業した。旧山口市域における初の郊外型ショッピングセンターとして山口県道21号山口豊富線沿いの山口県総合自動車学校横の有給地を利用する形でオープンした。 この当時は大規模小売店舗法の時代であり、出店に際しては山口市中心商店街からの抵抗があったとされており、当初計画の半分の店舗面積でオープンとなったが、2007年6月に店舗の増床を行った。すぐ近くにテレビ、山口本社があることもあり、テレオニユメフェスタなどのタイズ関連イベントが開催されることが多い。2015年、 店舗西側の立体駐車場入り口付近に二度目となる増床工事が行われ、同年9月10日に第1期リニューアルオープン、11月5日にグランドオープンした。建物は立体駐車場を一体型の3階建てで、下にフロアが商業施設になっている。店内は西、夢広場、東にエリア分けされ、西、東にはエレベーターが、夢広場には、 エスカレーターと階段が設置されている。専門店で特筆すべきものとして、県内で2カ所しかないインストアブランチの設置が挙げられる。年末年始とゴールデンウィーク中、夢タウン休館日を除き、土日祝日を含めた夕方6時まで窓口業務を行っている。ありがとうございます。